はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日は制限時間5分、ギャング51人現金強奪バトルエイムズをプレイしていきたいと思います。はい、今回ですね、私このエイムズのですね、公認ギャングスターに任命していただきまして、おきにー、クローズドベータでのプレイとなっておりますので、11月1日までと、書いてますね、そちらをプレイしていくということでございます。ギャングたち様々な、まあ、4種類のタイプがいるんですよ。スプリンターですね、アサルトと、ハンターとタンク、この4つですね。でこのゲーム面白いのが、本当にお金を集めるのが目的なので、当然ね、51人での強奪バトルなので、相手を倒すこともできます。キルすることができるんですけど、キルを稼ぐ必要がないのよ。相手をこうちょこちょこ攻撃してお金だけ回収するってこともできるわけですよ。本当にみんなが好きな方法、まあ自分が得意な手段っていうのを見つけ出してやっていく感じのゲームですね。バトルの方に行くと、この後ランクバトル、フリーバトル、カスタムバトルってあるんですけど、クレジットカードみたいな感じで最大がブラックまであって、それぞれに5刻みで、ギャングっぽいよね。強いギャング、ブラックカード持ってそうだもん。フリーバトルっていうのは、もちろんこうランク関係ないバトルでございます。カスタムバトルっていうのもあるんですよ。カスタムバトル、ここでね、バトルを作成して人を呼ぶか、作成されたバトルに参加するかを選べると。バネットっていうのは、一番上にね、1セット2、3、4、5、6、7って入ってるでしょ。これがセット7つ作れるんですね。で1セットと2セットだけ私は今セット作ってあるんですけども、これはギャングに合わせてます。ずっと音楽流れてますね。まあこれもね、そう、音楽についてもちょっと触れたいんだけど、まずはその前にギャング触れさせてください。ギャング変えます。ミュージック変わりますよね。実はですね、こちらのエイムズ、めちゃくちゃ有名なアーティストさん、そしてめちゃくちゃ有名な声優さん起用されてます。声優さんの一覧についてはちょっとこちらご覧ください。今私が選んだエレクトラ、トマツハルカさんですね、であったり、他にも有名な方たくさんいらっしゃいましたね。異国の女侍、アリシア、ね、水木奈々さんですよ。でなんとですね、中身はオタクなドローン使い、リュウジ&ミカン、なんと木村すばるさんですよ。スバニーですよ、あのスバニー。画面だと右下ですね、大塚さんですよ。うん、他にももう皆さんも本当に名だたる有名な方々ばかりで、こちらです。ユーミンアーティストが新作キャラクターソングを書き下ろし、まあ、10人のキャラギャングいます。でそれぞれに対して様々なアーティストの方がイメージの中で自由に書き下ろした曲、実は聞くことができます、皆さん。ただ残念ながら私はこう動画で配信しているので、流すことはできません。そこでこの設定のところ、まあ、アジトの設定のところでですね、配信モードっていうのが存在します。セット1をエレクトラ用にしてるので、見ていただくと分かると思うんですけども、攻撃特化とダメージガードと体力回復が2つですね。この体力回復が2つあるっていうところが大事で、エレクトラ、キルキャラじゃありません。極点ドル集めながら、しかも攻撃を受けるんだけども、素早く避けて、また隠れていくっていうね、そういう戦法を取っていくので、常に体力回復が必要なんですよ。なんで2つ入れてます。で、ダメージガードも、あ、食らってると思ったらダメージガードで減らしつつ逃げるんです。もし攻撃するときあれば、攻撃力が弱いので、攻撃特化して攻撃していくってことですね。で、私の攻略法としては、このエレクトラスプリントキャラで、もう完全に逃げる手法です。あ、でね、この待ち時間ご覧ください。マッチング中も実はこのレトロなね、極点ゲームセレクションというところでですね、ゲームをね、プレイすることができますね。車でこう走ってる、これ A ボタンでジャンプね。で危ない、待ち時間ミニゲームできるのよくない。さあ来ました、ミニゲームやってると気づいたら始まります。今片手プレイしてますけれども、こうやってね、こうやってね、ほらシュッシュって、この子の動き早いから、ほら振り向きも結構簡単で、下のこの操作範囲あるでしょ、操作範囲のところをスワイプするとこういう電光石火の動きができるわけですね。前後ろ、はい、んで操作外、この操作範囲外をいじることで方向を変えます。操作のところ前に進む、こうやってほらこういう感じで
でプラスこの操作のところをダブルタップすることでダッシュです。ダッシュした後方向を変え、変えることができますね。ダッシュからのシュッ、避ける、避けれる、避けれそうでしょ、危ないっつって、はい、こんな感じですよ。さあ実際にやっていきたいと思います。本当はとこ手元カメラにしていきたいです。今後ちょっとまたこのゲームバリバリでやっていくんで、皆さん分かるです、手元カメラの方がいいっていうことあるかもしれないんでやろうと思います。さあそれで3つのバスに17人ずつが分かれております。で下に明らかにバスを止めれそうなボタンがあるので、そこでねボタンを押すことで降りることができます。私はじゃあここで降りますかと。さあスタートでーす。これまだね、まだ始まってないのよ。はい、バレットもロックされてるね。始まりました。さあこうして、はい、私はですねもう早速近くの ATM を破壊しに行きます。破壊するには止まって長押しです。そうするとこれも設定なんですけど、自動でエイムしてるうちに、ね、こう自動でこうやってくれると、はい、で、まあ、潰したら周りのお金をこうやって回収するんですね。で自分が今いくら持ってるかとかで1位になるとねすぐ分かる。でねお金があるところが表示されます。あ、目の前にいる、ご覧ください。こいつを倒すことで今キャラクターレベルがありましたよね。このマッチのたびにですねレベルが設定されてます。あと最大9まで上げることができるんですけど、今のちっちゃいロボを倒すとレベル1上がって、エリート兵っていうね強いのがいるんですけど、そいつを倒すとレベル2上がります。でこうダッシュしてると障害物をどんどん超えていくことができます。はい、今ネタを見つけたのでだんだんやってリーテ、いけ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 、やばい、ここでダメージガード、そして回復、体力回復ね、ダメージガードはもうでもこれ逃げていいんだよ。うら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 、これエイムもねこうジャイロね、ジャイロセンサーもね、こうジャイロセンサーも反応します。あ、これエリート兵です皆さん、やっちゃいましょう、やっちゃいましょう。エリート兵もレベル2上がりますからね。でもめちゃくちゃ硬いんですね、エリート兵。あースタース、だいぶ当たったんじゃない。今のがギャングアクション、ガードからの回復。さあそらららららら ら, ら、お前が一番金を持ってんだな。ゴー、あ、危ない、逃げ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 、あー、やられた、くそー、感染モードです。ちょっとあの調子乗って特攻しすぎたんですよ。で皆さん、お金を50万ドル以上持つと動きが遅くなるんで、今この1位の方完全に動きが遅くなっております。他の敵からは狙われやすくなるんですね。うわーすごいな、100万ゲットしちゃったよ。まあ一応まあまあ、うん、今回の報酬でまあやられちゃったんでね、ほんとやられるともったいないんですよ。逃げないといけない、ああいうパターンの時は。ギャング交換しましょうか。今のがスプリンタータイプの戦い方、しかも下手な戦い方ですね。でもコツは分かったよね。バレットを使って回復、そしてダメージガードしながらプレイしていく。でもこのバレットもやっぱクールタイムがあるので、連続では使えないってことも、意識しながらやっていくということです。じゃあセットの2に変えまして、今度セット2はですね、攻撃特化のダメージガード、等攻撃特化を2つ用意してます。で使うギャングが地獄へいざなってネームです。まさに私はさっきやられたキャラですね。彼はアサルトキャラ、アタック特化、まあ、キルしやすいと、冥府の門を開くというスキルで、アクションが前方扇状にスローを付与、遅らせる、敵を遅らせることができるんです。はい、ここで追加情報、3人でチームを組むことができます。ただしチームメンバー同士の攻撃も当たってしまうということもあるんですが、まあだから友達同士で本当に遊びやすい、そういうシステムになっておりますので、ぜひプレイしてみてください。禁止宿所の諸君、粛清の時間だよ。まずはどうだって。うわ、一撃やっぱ強いな。でも動きはやっぱちょっと遅いね、ゆっくりしてるというか。ダッシュするとなんか下から出るね。まあ見ててください、この人たち全員スローにしますからね。はあ、スローになれ、ダメージガードからのスラエー、うら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 、スラエー、ほわほわ、はい、今まで私はまあだからこっちかなとね、こっちかなと思うんですよ、ね、全然カメラのこと忘れてたわ。
ここで実はコスチューム、コスチューム変更中もできるんでね、こういう楽しみ方もできます。豊富なもうパーツコーディネートがね、いろんなコーディネートが できます。ちなみにさっき使えなかったですけど、ギャングアクションは使ったんですよ。右側のギャングスキルっていうのを使うとしばらく無敵状態になるんですよね。ドガーン、これ今ね、ドガーンご覧いただいたでしょ。やばい、ダメージガード。まあ生き残ることはできました。うん、でやっぱ好みのキャラクターはこのスプリンターキャラかなって感じはしますね。まだギャング全員を解放できてないので、それぞれ使えたわけじゃないんですけども、スプリンターキャラはあと実はもう2人いまして、この子とアリシアですね。アリシア見ていてください。とこの子持ってるんだけど、仕事の時間かな、ホットね。この3人がスプリンターキャラ、まあ他にも、タンクキャラ、アサルトキャラたくさんいます。な感じでございまして、ぜひあの皆さんあのプレイしてみてください。何度参考にもならなかったと思うけど、公認ギャングスターとして私はエンジョイ勢寄りのプレイで攻めていきたいと思います。ぜひ今後とも一緒に楽しみましょう。このゲームなんですが、11月中に、サービスが開始されます。なので事前登録が今、可能となっております。概要欄にですね、公式の Twitter、 そして公式の YouTube もあるんで、そこもぜひお願いいたします。まあ、最新情報が Twitter の方で更新されますので、そこでまあリリースのタイミングと分かると思います。なんと本日私誕生日ですね。なのでぜひ事前登録してやってください。